知らないようなことを教えてくださいというものです。2014年の出版記念講演の動画でテロメアについて話されていました。4年経った今、それがやっと一般層に情報として降りてきています。しかしまだ富裕層やその周囲だけです。私たち庶民がテロメアを活用して病気もなく長生きできる可能性はあるのでしょうか、というご質問です。4年経ったって書いてますけど、まあ5年ですね、5年経ってますね。私があのセミナーでテロメアの話を初めてしたのが、その出版記念講演で地方回ってた時なんですけど、どういうことかっていうと、テロメアって初めて聞いた方もいると思うんですが、人間も全ての動物も細胞でできてますよね。一個一個の細胞でできてますよね。何もかも細胞の集まりなんですね。で、その一個一個の細胞には、その細胞の寿命を決めるテロメアっていう、あの細胞のそのおまけみたいのがくっついてるんですね。で、このテロメアっていうのがどん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 短くなっていって、長さがゼロになった時にその細胞が死ぬと、寿命のバロメーターみたいな、そういうものなんです。で、それをまあ発見した博士がいまして、2005年ぐらいに発見されたのかな、動物で、まあ、それがあるよっていうのがまず発見されまして、その後人間にもあるよねっていうのが発見されて、で、それをこのテロメアっていうのが減らないようにすれば、じゃあ細胞は死なないんじゃないかっていう研究がされ始めたんですね。で、そのテロメアっていうのを、まあ、短くしないように、減らないようにさせる酵素があるよっていうのが今度発見されたんですね。これがテロメアーゼという酵素なんです。で、これを、まあ、どのように取り入れていったら、その全ての細胞が死なないように、そのテロメアが短くならないようにずっと若いままいられるのかっていう研究が今されていて、まあ、いろいろ実験段階でほぼ、まあ、その研究も、大詰めというか、まあ、一般層に降りてくる段階に来ているというところなんですね。で、じゃあこのテロメアがね、どういうふうにしたらいいのかって、やっぱり薬みたいな形で出回る方の、本当に効き目の強い薬みたいな形で出回るのは認可がなかなか下りないので、まあ、相当先だと思うんですよ。で、私はそういう時代は、まあ、10年とか20年とか結構そういうスパンで先だと思ってるんですけど、今はね、どういうことかっていうと、新しいものなので、その認可にこう引っかからないような形で広まり始めると、まず、まあ、薄い形っていうんですかね、弱い形って言えばいいのかな、弱い形で広まり始めると。例えばサプリメントの形だとすると、サプリメントがすっごい強くて、もう3年ぐらい飲んだだけでもう本当に10歳ぐらい若返っちゃうよっていうような劇的な効果があるものっていうのは認可されないわけですよ。だから10年ぐらい飲んだら3年寿命が伸びましたぐらいな、そういう薄いものですね、そういうものからまず出回ると思うんですね。ただそれをやってやるかやらないかというか、摂取するしたり、まあ、化粧品だったりサプリだったりすると思うんですけど、摂取するかしないかっていうのはもうそれを信じるか信じないかなので、この私のようにもう先進的なものにすぐ飛びつくというか、試したいと、自分の身に試したいと思う人はパッて飛びつくし、そんなの嘘だろうとか怖いなと思う人は遠巻きに見ているということになると思うんですよ。そうなった時に10年後に何が起こるかっていうと、飛びついて分かんないですけど、10年後にもしかしたら若返ってるかもしれないっていう期待を込めて摂取を始めた人、そしてそれをずっと続けた人っていうのが、10年後に蓋を開けてみたら、あ、年取ってないと、遠巻きに見てたみんなが効果を確かめてからやろうって言って遠巻きに見てた人たちが10歳年取ったのに、それを試した人たちが、あれ、年取ってない、10年経ったのに、むしろなんかちょっと若返ってないみたいなぐらいな薄い効果のものからまず出回ります。で、これがもうそろそろ本当に一般層に情報として降りてきていて、接種できる状態になりつつあるんですね。なんかこれをもっと劇的にね、薬のような形でもう一粒飲んだら1年寿命が伸びるみたいなね、さ、魔法の薬みたいなものですよ。そういうような形ではおそらく認可はなかなか下りないと思うんです。だけど富裕層の間ではその認可と関係ないところで施術というかされて、本当にもう70のおじいちゃんが20歳
剤のようになるみたいなことが起こり始めると思うんですね。情報をね、キャッチしようとしている人は10年後20年後他の人たちと比べて雲泥の差が出てくると。でだからもう年齢って関係なくなると思うんですね。見た目がもう全然いくつなんだかよく分かんないよっていう人が、20年後30年後には現れ始めるんですよ。だからその時に自分がもうよぼよぼのおじいちゃんおばあちゃんとして生きていくのか、20年30年経ったのにかえって若返って20代30代のようになっているのかっていうのは、これを信じるかどうかだけな話だなと私は思っていて、私はちょっと信じているのでこれを使っていこうかなと思ってるんですね。でさらにそれが劇的に濃いもの、認可されないけれども施術ができるっていう国があったらそれもやってみたいと思ってますし、そういう情報が入ってきたらどんどんお伝えしていきたいなと思っています。チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますのでぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。